おだすこちこまポテトでしかもテトぶつけてきたらどうぞよろしくお願いいたします。じゃあですね、スタミナなくなったらスピードどれだけ減るのかやっていきたいなと思います。まあこちらの検証やりましたけどね、これかなりやばいねなんか眠すぎてテンション分かってなくなってたけど、これやばいね。ということで、まあ、今回この続きみたいな感じなんですけど、以前ねこのスタミナの検証をやったんですが、これをダッシュの方でもやっていきたいなと。でこれでですね、スピード面の減少値見ていきたいなと思います。ただ一つ不安なのが、前作はねスタミナ落ちてもねスピード落ちなかったんですよ。なのでまあ今回どんな結果だとしても誹謗中傷はやめてください結構コメント欄荒れたりするんでね、そこだけはよろしくお願いいたします。検証方法ですね。検証方法は前回と同じような形になってきますけども、iPhone に動きを記憶させて検証していきます。1秒間60コマ、調子普通です。ペナ内のスピード測定ですね、をやっていきます。タッチラインに立って、だいぶ十分助走してからね、測定をしていく形になっていきます。で、スタミナ減り具合を見ていきますよって感じです。で、今回はね、スピード99のネイマールで検証をやっていきたいなと、ひたすら走っていきたいなと思います。一気に見てます。さあ一気に見ていきましょうということで、まあ最初はねそんなにスピード落ちてないというかね、スタミナマックスなんで、まあ34コマかな。まあ前回もね34とか5とかだったと思うんですけど、まあこの辺をね出るかな。まあまだ 90% ぐらいですけど、はい、まあ、この辺から35とかも出てきたけど、たまたまかな。まあ、前回ドリブルで言って70切るとね、なんか下がってった感じはありましたけど、まあ、ちょうど今70ぐらいだと思うんですけど、36も出てきました、まあ、ただね36だとまだあれかな。あでも34出ますね。 65% とかでも34出ますね。あでもたまに36も出るんだね。今 50% ぐらいかな。これ35。おや。こう、半分切ったぐらいだと思うんですけど、あー35。48% とかそのぐらいかな。35だね。これで今 40% とかそれぐらいかなと思うんですけど、35だね。あー 30% 前後かな、今。あー35。まあちょっとこっから後半になるんですけど、あーはいはいはい、35 かわいいな、36。まあちょっとねスタミナが赤くなったらちょっとまだわかんないですね。赤くなっちゃったりとかしたら、あでも34出るねまだ赤くない、まだ 20% ぐらいかな今。はいはい、35。この後かな。あ、ここから赤いですね、赤い。この状態だと、あ、35だね。35だね。スタミナ0とか、0かな ?0 ぐらい。ほぼ0だね、これ。35だね。何本かやってみたけど、なるほどね。34出ちゃってるしね。なんなら34も出るんだね。そうか。あはい、なるほど。見ていただきました。これ、やばいっす。これはやばい。これやべえな。ちょっと動画にしようか、迷う。どうしよっか。まあ、一旦ですね、ちょっとまとめ。というか整理をしていきたいなと思いますけども、現状ですね、ダッシュスピードこの時にはね上限があるっぽいよということがまず前回ね分かりましたと。でこれねドリブル測定の時でもまあ同じことが言えたと。ただドリブル測定の時はですねスタミナ検証をした時にちゃんと下がっていったんですね。まあ、なので長い時間、トップスピードで使えるって意味では、まあ、意味があったと言えました。はい。だけど今回はちょっとわけが違うよっていう話になってくるって感じですね。はい。現状まとめていくとですね、スピード上げておけばまあ落ちないということですね。はい。で前回のとこで、まあ、なのでこの表で見てもねやっぱ101とかその最高速が出たところ
以上があんま意味ないのかなっていうね、感じにはなるかな。スピード落ちないわけですからね。まあもちろん他の部分は落ちてるとは思うんですけど、っていうことは言えるかなと思います。一つの事実としてね。でまあ一応ね104のメッシでもやってきましたよということで、こちら見ていきましょう。まあ最初のタイミングでこの時がまあ35コマですね。まあだいたい前回の時も33コマから35コマぐらいでしたけども、まあここからスタミナ削っていきますよっていう感じで削っていったんですけど、半分ぐらいかな、半分以下ですね。33コマ出てますね。最高速出てるな。で後半ですね、今度赤にした時かな、スタミナを赤にしましたよって感じです。33出るね。スタミナが0になっても33出るね。はい、 OK です。わかりました。ということは結果同じでしたね。まあ、ただね見えてきた部分もあるかなと思いまして、前回のとこで言うと、あ、この味方自体は前回動画やってるんでちょっとそちら見てほしいんですけど、ここがね前回の時は90-90同じじゃねっていう話をしてたんですよ。ただ今回いっぱい測定して分かったのがこうっぽいですね。99に関しても36コマが出てたんで、そう考えると99が条件って言ったんですけど、もしかしたらちょっと違うかもしれないかなと思います。はい、で今まで何本も測定して、前回もいっぱい測定してきましたけど、絶対3コマ以内に収まってるんですね。はい、ということはですよ、あの36コマを今回記録したということは、まあ、こういう感じなのかなと思います。なので前回ごめん99が条件って言ったけど99じゃないかも、ごめんなさい、101かなというところで結論です。どんなに疲れてもスピードは落ちないとします。はい、というところでね、いろいろ見ていただきましたけど、まあまあまあやばいっちゃやばいけど、まあ冷静になればぶっちゃけそうでもないんじゃないかなってちょっと思ってます。はい、皆さんちょっと一旦冷静になっていただいて、でなんでかって言ったら、そもそもですねスピード104にしてる？してなくない？最初だけじゃない？なんかロマンでやったりとかするけど、で今回で言うと、まあ、101以上、まあ、仮に102以上にしてたら、まあ、その分ちょっと無駄なんだけど、その分はさタレントポイント他に振れるって分かったわけだから、もう振っちゃえばいいわけ、振り直しちゃえばいいんで、しかも冷静に考えてスタミナでスピード落ちないって結構嬉しくね。ディフェンスとかで結構後半最後、あ、交代しなきゃダメかなとかね、いろいろ考える時あると思うんだけど、まあもちろん他落ちてると思うんだけど、スピード落ちないって結構安心だよね。で結構ねいろんな人から距離短いんじゃねみたいな話をされるんですけど、ペナ内ってそもそもねここ40m 40.3m とかあるんですよ。でペナから外のタッチラインまでと、ここはまあちょっとだいたい 10m ぐらいで推定はできるんですけど、でピッチの長さってだいたい 100m ぐらいを推定してる。まあルール上で言うと120とかもいけるけど、ペナの 40m とか考えていくと多分 100m ぐらいかな、推奨されてるのも 100m ぐらいですね、多分ゲームもそれぐらいにしてると思うんです。とするとですよ、実際の試合を考えてほしいんだけど、実際の試合で裏抜けたりとかハーフラインの手前から走ったって 50m にならないわけですよって考えたら、実際ダッシュするの、まあ、あっても 50m ぐらい、長くても 50m ぐらいなんじゃないかなと思うんです。もうむしろほぼないと思うんですけど、はい、そんな感じかなと思うんです。そしたら全然短くないよね、 40m って。そう思いませんか？僕はそう思ってるんですけど。はい、で、まあ仮にですよ、仮に 50m 以上で差がつくとして、それ意味なくね、じゃないかなと思うんですよね。まあなのでそれはもう事実上同じって言っていいじゃんっていう話なんですよ。はい、なのでそんなところかなと思いますかね。はい、であと瞬発とかもよく言われるんですけど、これ前回も言ってるんですけど、パウトーレスとメンデス同じスピードでやってます。でこの時87と71で瞬発力もかなり違うので関係ないってことは言えるかなと思います。であとは皆さん何度も言ってるんですけど、誹謗中傷みたいなことはやめてください。コナミクソだなとかそういうこと言わないでくださいね。イフト自体はすごい面白いゲームなのは間違いないんで、一つの事実として、まあ、むしろポジティブに捉えてほしいなと思います。まあこれを踏まえて、こういう事実を抑えてですね、気を変える、もしくは育成を変えるとかね、そういう感じにしていただければいいじゃん。そうしようよ。あ、そうだ、あとはね、この時に
12とか下がるって言ったと思うんですけど、スピードが下がってないとするともうちょっと下がってんのかな。あー、それはちょっとまた検証しなきゃいけないなと思いますけども、この辺は参考にしてみていただいてですね、よかったら高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、ということで最後ちょっと雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきます。いやー、まあちょっとね、まあこういうのはね、正直ね、あんま検証してる身からするとね、あんまね利点ないんですよね。あんま上げたくない、こういうのな、まあなんかコメント欄であーだこで言われるしねイフト自体はすごい楽しいじゃん、そこは間違いないので、まあ一つの事実としてね捉えた上で仕様とか、まあもしかしたらこれがまた変わるかもしれないしね、なのでそれは踏まえた上でね、いろんなところ、楽しんでいこうよと思いますので、よろしくお願いします。はい、あとなんかイフトハブのなんか検証のやつ出てたね、なんかいろいろコメントいただきまして、またちょっとそれもやろうかな。でもそれ見た感じやっぱりあの速度変わんないっぽいよね、身長とかじゃね、うん、っていうことは言ってたと思うので、まあちょっとその辺、まあ、ちょまとめるかもしれませんが、これメンテナンスの時出してんのかな、メンテナンスの前に出してんのかな、ちょっとわかんないんですけど、はい、あのまたやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこのチェックはどう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、ということでですね、今日はダッシュについてやってきました。まあスタミナで落ちないよという言葉は分かってきたので、まあそこはもうポジティブに捉えていきましょう。まあただ検証に関してはいろいろやることが増えたなと思っておりますが、ちょっといろいろね、やっていきたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。